はい、どうも皆さんこんばんは、カズマックスです。今日のサブチャンネルはですね、まあ見てわかる通りこちらしずくをね開封した動画の後に撮ってるサブチャンネルなんですけれども、いや買っちゃいましたね買っちゃいましたね。本当はね SCAJ2019 で、見たとあるまあポットを買うつもりだったんだけど、それはなかなかね発売されなくて、まだかなまだかなって待ってるうちに、なんかこう他のさ YouTuber さん、特にアンソニーさんのね、あのシスクの900の方の動画見てたらもう欲しくなっちゃっていやもちろんね、はい、普段使ってるこちらの、カリタの700、この相棒のドリッポットも大好きなんだけど、まあ前から言ってる通りね、僕はドリッポットどんどん増やしていく気でいるんで、いろんな使い勝手見たいし、まあ物によってドリッパーによって、入れたいコーヒーによってね、いろいろこう道具を変えるっていうのも面白いと思うしさ、はい、今回細いやつ買っちゃいました根元から細いやつ、これ以外でもあの狙ってるものもあるんですよ。でもほんと増やしていくつもりですめっちゃ浮気宣言するけどごめんねまあでもほんと楽しくレビューできたし、実際良かったしね、ほんと。うん。まあ一瞬もちろんそれはね、アンソニーさんの被るなーって思ったりもしたんだけど、まあでもそんなこと言ったらさ、何も紹介できないし、まあでも今回サイズ違うしさ。まあ先に言っちゃうと、ギュイーンさんのあの600のね、ローポット、細いやつも気になってるし、うん、まあいずれ買うでしょう、おそらく。ほんとね、でも良かったよ。まあただまあドリップポット全体に言えることなんだけど、ガスとかさ、書いてあるんだけど、ガスかけんの無理じゃねとは思うんだよね。どんなドリップポットも。あ、いや、でも、フィーの波に、底が広ければいいとは思うんだけど、このね、しずくの幅だと、多分直火にかけたら、ね、とってまで熱くなると思うんだよね。とってちっちゃいし。だから、まあ、IH かな。IH が一番いいかな。IH 早いからさ、お湯の熱さが伝わるまでにドリップ始められると思うし、実際僕実家にいた時はまあ実家が IH だったからずっと IH でやってたしね、だからフィーの役に立ってたんですよ。うん、正直ちょっとキッチンに IH を導入したいなと思ってんだけどね、でも導入する幅もないし、まあいずれちょっと引っ越したらやりたいかななんて思ってますけどね。うん、またそうだ、キッチンとか、全然設備によってね、人によって、うん、スタイルによって、ドリップポット選ぶ道具、全然変わってくると思うんで、本当千差万別なんですよね。だから今回の動画はなるべくそこに、ちゃんと、言及して、動画作ったつもりです。まあ、これから編集しますけどね。やっぱさ、まあ、多分まあ、本音言っちゃうと、これ伸びると思うのよ、この動画は。この動画つうか、しずくの動画はね、やっぱり、注目度高い道具だし、で、まあ、だからこそまあ自分のねちゃんと思ってることとか出すようにしたしさ、そうなんですよ。で今までさ道具あんまり買ってこなかったのってこういうところなんだよね。今まではあんまりこう言葉にできなかったんだようまいことで伝わらないし、でずっとだべってるとグダグダなってくるしさ、ほんとようやくね2019年動画が完成度上がってきて、いろいろできることが増えてきました。で多分これからずっと前から気になったものをバンバン買っていく気もするし、うん、どんどんレビューしていきたいと思ってます。うん、でもだからこそそうだな、多分これからバンバンいろいろ目玉的なものを紹介していって、多分いつかは打ち止めが来ると思うんだよねおそらく。僕個人は全然それで問題ないと思ってるし、の場合はアレンジメニューね、また復活させたりだとか、うん、それはそれでやりようがあると思うんだけど、チャンネルがさ、最近伸びてるじゃないですか。だから、今後どうしていくかだよね。動画をね、メインチャンネルの。まあもちろん生放送ずっとやっていくと思うし、スタンスは崩さないでいくつもりだけど、多分ね、もう次のレベルを考えなきゃいけないとは思うんだ。思うけど、どうなのかな今ちょっと、悩み中。まあ、でもとりあえず一番最初に考えてるのは、その、目玉的なものが終わり出したら、また改めて、最初の頃に作ってた、コーノとか、ハリオとか、
まあ、いろんなドリッパー基本的なもの最初にやってたあたりをまた、作り直してね、作り直してつか、まあ、この何年もずっと使ってきての、まあ、感想もさらに加えて新しく、まあ、レビューしてもいいかなって思うし、でね、やっぱ基本的なところやっていきたいですね。最近すごくあの新規の視聴者さんもこうぐっと増えだして、新しくコーヒーをやりたいなって思う人きっといっぱいいると思うので、やっとね、取り込みたい層を取り込み出せたんですよ。一般層、普通のなんかこうコーヒーで調べたわけじゃなく、なんかこう全くほんと真っさらな状態で、あ、コーヒーとかがあるんだ、見ようってこうチャンネルを見出して、動画見出して、うん、コーヒーに興味を持って、あ、じゃあやってみようって、ほんと真っさらな人たちが来ると思うので、そこを取り込むというか、だからそこの人たちにコーヒーをやってもらうために、だ基本的な部分、まあ、最近また、ちょっと作り出してるけど、今日から入れるっていうこういうやつとか、ネルで入れる極上コーヒーとか、いろいろこのあたりですね、基本部分に焦点を当てたクローズアップした動画をたくさん作って、コーヒー人口をどんどん増やしていきたい。そこを狙っていこう。よし、決まった究極的に本当に僕はコーヒー人口を増やしたいだけなんで、そうね、まあ、そこを狙った戦略をこれからやっていきたいと思います。いや、でも本当このしずくもね、本当にいいと思うんだよ。1万円とかさ超えてくる、まあ、高いね価格帯のドリッポットとは違って、普通に変えて、でこんだけね性能いいし、細い、すっごいよこの繊細さ、めっちゃいいと思う。こいつはこれから押していきたいですね。うん、ちょこちょこ多分生放送とか、あんま今後の動画とかでも使っていくと思います。はい、というわけで、じゃあ今日のカズマックスの、サブチャンネル、しずく買った後に、まあ、ちょっと今後の動画の方向性とかいろいろ考えつつ、まあ、ちょっと雑談でしたけれども、まあ、もしそうだ、ちょっとメインチャンネルでも、まあ、サブチャンネルでも、もし皆さん的にやってほしいなとか要望があったら、なんかこうネタください珍しいですねこれ。カズマックス初めてくらいのレベルでネタ募集しますまあそれが実現するかは分かりません。そのもらったネタがもう一本の動画になるかもしれないし、まあ何も触れないかもしれないし、本当そこはね分かんないんですけど、もし何かあったら書いていただけたら嬉しいです。下のコメント欄でお待ちしております。はい、というわけで、今日のカズマックスのサブチャンネルでございました。はい、また次回お会いしましょう。じゃあね。